また数日後から予定のある日々になるんだけど、マネージャー新しくなったんだけど、最近ちょっとね、相性悪いわ多分。もうスケジュールがもうポン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 、まあでも詰まってたおかげでこっから何もしなくていいんだけど、チキ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 言っていい？いや俺言ってるもん。2日対戦を確認、予定は2日空けてください、メンタル体力的にって言ったけど、予定1日空いて、予定1日空いて、予定みたいな。でその1日空いたとこもなんか入ってるみたいな。マネージャー泣いちゃう？しゃあない、息継ぎが。でもそのおかげでよ、でもそのおかげでこっから俺ずっと、ずっとではないけど、こっからまあ長いこと遊べると。どっち派みんなは？なんか適度にやっていく派か、まあ、適度にやっていくのはやっていくのでさ、別の疲れがあるじゃん。要するに打たれなきゃいいんだよね。一気に終わらせて一気に休む派か、適度派。まあ、でも一気は一気でいいよな。あー明日も明後日もなんもない、やったーっていうのはあるから。